おいエリモ、何？牛肉ハンバーガーだってさ。うん。$30。高いね。腹減ったな。ソウルフードでも$8だよ。フィッシュ&チップスなら安いけど。食べる？これからどうなんのかな。そのうち衛星ミサイルがドーンって飛んできて、イギリスとかドイツがわーって攻め込んできて終わりだよ。核の次は衛星か。まあ、衛星でとどまってよかったねって感じかもよ。実際ビームとか撃たれたら困るし。ビーム？今2360年だよ。ビームくらい撃ててもいいと思わない？なんかテルスの技術ってさ、地球時代から大して進化してないと思うんだよね。ミサイルだってゲームだってさ。技術はあるだろうけどな。どういうこと？確かに人間の技術力はもう頭打ちだけど、兵器だけならまだ開発の余地があるんだってさ。それでな、ビームみたいなものを撃てる技術自体は確立されてるんだと。そうなんだ。でもそれを実現させる資源がテルスにはない。なるほど。でもビームはないにしてもさ、裏でこっそり柏木あたりが最新の秘密兵器とか作ってそうだよな。柏木重工って言えば、セリナちゃん知ってる？みゆきってね、実験的に人間の思考パターンを取り入れてるんだってさ。どういうこと？みゆきを作るときね、みゆきさんって人を人体実験に使って、みゆきさんの思考パターンをプログラムに使ったんだってさ。だからみゆきはみゆきなの。人体実験ね。でもみゆきも IOA も喋り方変わんねえぞ。裏コードみたいのがあって、こっちでみゆきのプログラムをいじれば喋り方が変わるらしいよ。有原君と牧部長ならできるかも。
なんかよくわかんねえけど。みゆきか。エリモ、お前、将来の夢とかあるのか？なんだろう、わかんない。ミワに用事あるんだ。お前は？帰ってお昼寝。そうか。じゃあ後でな。